小塚原っぱら形状の首切れ地蔵地図。小塚原っぱら形状は江戸時代から明治初期にかけて存在した形状である。小塚原っぱら形状は、慶安4年に、千住大橋南側の小塚原っぱら町に創設された。現在の東京都荒川区南千住2丁目に相当する。小塚原っぱら町は、万治3年に、千住塾に加えられた。小塚原っぱら形状は、宿場町の一部であった。 江戸時代の形状は北に小塚っ腹形状、南に東海道沿いの鈴ヶ森形状、西に大和田形状があり、三大形状と言われた。形状の広さは間口60件、奥行き30件余りほどであった。小塚っ原の使用場では、卓形、家形、教主が執行された。小塚っ腹形状では不分けも行われた。不分けが行われたのは、 小伝馬長老屋敷と小塚っぱら形状であったという。死体はそのままのざらしとされたり、丁寧に埋葬せずに、申し訳程度に土を被せるのみで、夏になると周囲に周期が充満し、夜犬やいたちの類が食に散らかして、地獄のようなありさまだったという。また、使われる刀剣の試験場であった。漢文9年には、下や浅草の、 各州派寺院内にあった五三枚十九の寺が小塚原に移転し十九世紀初頭には江戸の北の一大仮想埋葬センターとなった漢方元年には首切れジグラが建てられた明治六年七月には欧米と対等の人権基準を設ける必要に迫られた新政府が小塚原刑場形状を廃止した小塚カッパ形状では創設から廃止までの間に合計で二十万人以上の 在任の刑が執行されたという、漢文7年に、本所江公院の住職である弟ホ丸ル議官が、死者の埋葬特用を行うため、小塚っぱら刑場隣接地に、常行道を創建した。これが後に、南千住江公院となる、文政5年、南部藩の新、相馬大作が処刑されて、以降、国事藩の刑事者はここに埋葬された、安政の大国で処刑された、橋本さない、 吉田松陰ライミキサ三郎等も一時埋葬された。明和8年にターヘルアナトミアを手に入れた蘭学者、杉田玄白、中川淳安、前の両拓羅が解剖図の正確性を確かめるために小塚っぱら形状において軽死者の解剖に立ち会っており、1922年にこのことを記念して、エコインに寄贈された肝臓記念碑がある。山田昌上門も、 三椒本町四丁目あたり、浅草鳥越橋あたり浅草製天町、西方寺向井小塚っぱら延命寺栄光院は、常磐線を建設する際線路が、敷地中央を通過したため分断された。常磐線の北側が栄光院、南側が延命寺として独立した。形状とは、現在の南千住駅西側、常磐線と東京メトロ、日比谷線間の延命寺内に位置する。 小塚っぱら形状の資料は現在公開されていないが、荒川ふるさと文化館で不定期に資料を公開している。小塚っぱら形状跡には現在、荒川区により文化財登録されているものがある。南千住駅徒歩5分。ありがとうございます。